リサの相手をしていたらだいぶ遅れてしまったわ。いつもなら寝ている時間なのだけど。そうは言ってもいられないわね。だって今日はあいつの家に行かないといけないから。とても大切な用事があるから。今日こそは素直に素直に私の気持ちを伝えることができたら。ってダメね、ちゃんと覚悟を決めないと。そうね、覚悟を決めないと。覚悟を決めてちゃんと向き合ってちゃんと気持ちを伝えよう。そうしないとこの胸が苦しくてたまらないから。このままだとどうにかなっちゃいそう。だからだからちゃんと私の口から伝えよう。大丈夫、人形を操る時みたいに静かに集中して自分の感情をちゃんとコントロールすればそれで大丈夫。それだけでいいはずだから。といつの間にかついたわね。さてそれじゃあ、その前に一応身だしなみをチェックしておかないと。鏡、うん、あった。髪型はおかしくないわ。服装もおかしくない。ちゃんと都会派魔法使いね。あとはそう、笑顔の練習を。もっと可愛く笑った方がよね。こうかな。よし、これで準備万端ね。さてと、こんばんは、アリスマーガドロイドよ。いるんでしょ？少し話があって来たわ。